ラウリ・ポラーは、フィンランドのベーシスト。ヘビーメタルバンド、ストラトバリウスのメンバーとして有名。母方の祖父は、フィンランドのクラシック音楽家のジャン・シベリウス。フィンランドのヘルシンキ生まれ、シベリウスの時代から四代続く音楽一家で育ち、当人は幼い頃からミュージシャンになるものだと思っていたそうである。 六歳の頃から、オーボエ奏者の母親の勧めでチェロを音楽学校で習い始める。十四歳頃から、友人の影響でヘビーメタルに興味を持ち始め、その頃から、ジャズ、クラシック、ロックなど様々なジャンルの音楽から影響を受け、十六歳からベースに転向。九百九十七年から二千四年まで、ヘルシンキジャズポップス音楽院にて、トランペット、ボーカル、 ダブルベース、ピアノも学んでいる。1997年から1999年まで、ロンドン交響楽団と共演した経験も持つ。2004年から、ティモ・コティペルトのソロプロジェクト、コティペルトでベースを担当。2005年秋に脱退したやり、カイヌ来年に代わり、ストラトバリウスに加入。2006年には、ミュージカル、ヘビースマスの音楽監督。 2007年のフィンランド映画 V にホティニットエンケイリーの音楽を担当。別名でスタジオミュージシャンとしてポップスアルバムに参加もしている。コティペルとウォーマンといったヘビメタルバンドでの活動のほか、南米音楽に影響を受けたアコースティックバンドエマ・サラコスキー・アンサンブルやインド人とフィンランド人の混成バンドクリア、ロックバンドのジョンナ、エス・プロブレムなどでも活動している。 2003年と2004年には男性クラシックコーラス対エルメールボイスクワイアにも参加している。ストラトバリウスやシナジーでのアグレッシブなライブアクションが有名であるがジャンルにとらわれない音楽活動を行っており、2007年にはペルマーノフェマを受賞している。ありがとうございます。